エスプロジェンイスマイルにお住まいの皆様こんにちは。そして間制に旅立たれている方、帰ってきてください。最近ガンプラを本気で作ってみたカレンです。本日は久しぶりのグラサーが考察動画となります。題して300日記念はあるのか、その先のアニバーサリーは何が待っているのか、過去の開発レターの内容や本国版での内容、さらに個人的な考察をしたいと思います。本日の内容はこちら。300日はいつなのか、そして予定される内容は何なのか、アニバーサリー記念は何が待っているのか、アニバーサリーも近いので今までのグラサガ生活の振り返り、この3点を国内本国から出ている情報をもとにあれこれ考察したいなと思います。ネタバレがあるので知りたくない方はこの先危険です。ここでお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。まず300日記念について、皆さん300日はいつ頃かお分かりでしょうか。実は来月9月13日でリリース300日となります。イエイ。で、300日記念で何が待っているのか推察すると、まず開発だよりボリューム2と3の内容から現時点で実装日時がはっきりしていて、まだ実装されていない項目が怪しいかと思っております。内容はこちら。この中で1から3が該当していて、旧章以降の虚無の時間や他のビッグタイトルのことも考えると、これ以上ユーザー離れされるのもまずいし、セルラン見てるとちょっと売り上げが下がりつつあるような印象なので、そこで思い切って8月後半9月頭に10章で、300日記念にメインクエストハードとカルシオンが入ってきそうな感じですかね。もうこれでそれなりにお祭り感出そうな感じがするんですよ。なんでそう思うかというと、メインクエストハードを仮に8月後半から持ってくるのも良いのだけども、今までの虚無の時間に対してやっと出るものがこれだとちょっとお祭り感弱いなと思うんですね。さらに言ってしまうと、現状求められていないかもしれない。またハードモードでは装備強化の素材が入手できるということで、本国版の情報から見ると装備に関しての新要素が共鳴石を使って既存の限界突破が完了している SSR プラス装備に関してレベル90まで上がりそうなんですね。さらに武具の部位に応じて攻撃力、防御力、体力などのオプションが追加されるみたいです。そうなると結構強化に時間もかかり、やり込み要素としても機能し、今後のつなぎにもなると思うので、時期は後ろの方が良いかなといった感じで、気になる本国版の300日記念は何が行われていたかというと、大きなところとしては300日前夜祭イベントが7日前から始まり、この期間毎日ログインボーナスでダイヤが配布され、最大1万2000ダイヤがもらえるようになってました。これはでかい。またアリーナやポイントショップで前夜祭指令書を入手し、集めることで日本版ではまだ未実装のマグだったりダイヤが入手できたようです。300日当日はこちらも日本未実装ではありますが、純の妖怪グランウェポンシニーが実装され、さらに記念の帽子がプレゼントされていたようです。それ以外にも細かいものがあると思いますが、大きいところはこんな感じ。無償ダイヤの配布量が多いので、それだけでも嬉しいですよね。で、300日記念で妖怪グラウンウェポンの実装し、配った石を全て回収するといった、なかなかよくできた仕組みですね。はい、ここまでの情報をもとに僕の推察としては、300日前8月後半から9月頭に10章追加で、300日の7日前に韓国版と同様のイベントが発生、300日当日メインクエストハードとカルシオン、さらにラスの妖怪グランウェポンが初登場するのではって感じです。ん？ラスの妖怪グランウェポン、何言ってるんですかカレンさん。暑さで頭おかしくなりましたか。はい、突然ラスの妖怪グランウェポンの話が出ちゃったのですが、なぜかというと韓国版で出た純の妖怪グランウェポンの前に、実はラスの妖怪グランウェポンが先に出ているので、その兼ね合いも考え、日本版では300日に来るのかなと思った感じです。ただ純の妖怪グランウェポンが来た方が売り上げ面では上がりそうですけど、まあこんな感じで300日記念は進むのではないかと推察しております。石の配布には結構期待したいところですよね。まあとりあえず現状虚無になっちゃってるので、K
継続して遊べる要素をたくさんくださいなといった感じですかね。あくまでも300日記念に合わせて見た場合を話しているので、もしかしたら開発だよりに記載されている内容は全然違うタイミングで来るかもしれないです。続いてアニバーサリー記念について、ちょっと先ですが11月18日をもってグランサガ1周年となります。おめでとうございます。本国版ではすでに1周年を迎えており、レオンが実装されたということで当時話題となりましたが、日本版で果たしてアニバーサリーに合わせレオンが来るかどうかについてはちょっとわからないのですが、本国版ではユナが登場してからだいたい4ヶ月後にレオンが実装されているので、そういった意味では11月頃レオンが登場してもおかしくないかなといった感じです。性能についてはまた機会があればお伝えします。その他本国版でのアニバーサリーの内容は、1つ目は最大6万ダイヤを獲得できるイベント、2つ目モロが放つ1億ウォン感謝祭、3つ目1周年更新記念にグランクーポンの支給、4つ目100連ガチャチケ、5つ目ガーディアンの実装、6つ目新規復帰者向けいろいろプレゼント、こんな感じですかね。特に1から3について深掘ると、1つ目の最大6万ダイヤ獲得できるイベントは特設サイトが設置され、事前に登録することでその時点で1万ダイヤもらえ、さらにリリースから1周年記念の間、召喚に使ったダイヤの数に応じて最大5万ダイヤが返還されるといった内容。具体的にはこんな感じで返還されたみたいです。5万ダイヤ以上使っている人からするとちょっと物足りないかなといった感じですが、課金者向けの施策ですね。まさかこれ無償ダイヤも該当してたらすごい。まあ、課金者さんとの差別化ができないのでそれはないとは思うんですが、2つ目はモロの放つ1億ウォン感謝祭について、ゲーム内のゴールド消費額やアリーナ参加数に応じてモロチケットがもらえるみたいで、そのモロチケットを貯めることでゲーム内アイテムはもちろんリアルグッズとも交換できるみたいです。リアルグッズは iPhone13 や Galaxy 端末、さらにマッサージチェアやグラボ GForce RTX3080Ti と、まあ、グラボを入れてきてるっていうのがその時期のグラボ事情をうまく乗せてきた感じですかね。まあ、その話はちょっとマニアックすぎるのでやめときますが、続いて3つ目のグランクーポン、ブラックハートキャッツユーナのコスチュームや様々なアイテムと交換できるみたいです。結構このコスチューム可愛いですよね。なかなかお祭り騒ぎなイベントだったっぽい感じがしますね。で、日本版ではどうなるかって考えると、まあ、考察するほどでもなくこのまま韓国版での内容で進みそうな気がします。ただすでにガーディアンが実装されているので、その部分については他のコンテンツが実装されそうな気がします。まあ今だとマグあたりが代替コンテンツになりそうな予感。時期はまだ早いので運営の匂わせもまだないので分かる範囲だとこんな感じ。何にせよ石もたくさんもらえるし、レオンも入手できるし、またやることが増えて楽しみな感じがしますね。以上が簡単ではありますがもろもろ考察でした。まあ考えるといろいろなパターンがあるのでどうなるかは分かりませんが、今から楽しみ事が増えてまた活気づけば良いかなといった感じです。でここからは今までのグラサガ生活の感想をダラダララジオ感覚で話していこうかなと思います。まずグランサガが2021年11月にリリースして、自分のプレイ履歴としてはトータルログインが254日で、計算してみるとだいたい10日間くらいログインしてない日がある感じですかね。それなりに優等生な方かと思います。プレイタイムが185日となっていて、まあ、ぼちぼちってところなんですかね。時間で考えると4440時間で、こう考えるとかなりやってる感じがする。さらに計算してみたところ1日17時間やってるイメージですね。なバカなと。これあれなんですよね、オートの進行も含まれてるはずですよね。じゃないと僕は寝てないし仕事もしてないことになっちゃうので、それはまずい。実際プレイしてるのは多分1日1時間で、メインストーリー追加の時とかは1日 1.5 時間ぐらいですかね。そう考えるとそんなにがっつりプレイしてはいない感じです。まあちょっとビビりましたね。でグラサガ知ったきっかけっていうのが、こう見えて僕 YouTube でいろいろなゲームの紹介してるんですけども、その時に紹介したのがきっかけで、 PV とプレイ映像を見て結構刺さるものがあって、
グラフィックとか世界観、それとボスバトルが俗に言うオーナー飛びで、チームワークが物を言う感じがあったり、キャラごとロールがある感じがしたので、その辺が刺さったのかもしれないです。でちょうど YouTube の動画で何か継続的にできるゲームを探していた時期でもあったので、ちょうど良いなと、やり続けられるんじゃないかと思ってプレイし始めた感じです。でリリースしてログインした時のにぎわってる感じがまさに MMO だと、久々にワクワクしちゃいましたね。過去に FF14 とかやってた時の面白さとかまた味わえるのかなと思ったりして、で印象深いのが、これわかる人いるかな、リリースしてすぐに画面上部にシステムメッセージで〇〇さんがガチャチケで〇〇獲得とか、もうこれがすごい勢いでそういったメッセージが出まくって、うぜえなってなったんですよね。しかもメニューからそのメッセージを非表示にすることができなくて、プレイしている人の中ではそのせいで処理落ちがひどくプレイできねえってなってた方もいて、まあリリースして1時間そこらで確か修正が入ってた気がします。多分その時プレイしてた全ユーザーが運営に対してクレーム入れたね、これ。うん、あれは本当に鬱陶しい。僕もクレーム入れたし。まあね、海外系のソシャゲでよくある課金誘導の圧だよね。まず日本じゃ流行らん。まあそんなリリース初日から毎日コツコツやって、まあストーリーではね、カルリッツがまさかあんなことになっちゃって、意外と泣けるシーンもあったり、ストーリー面での面白さも結構出てきてた印象ですかね。でいろいろなところで良くも悪くも盛り上がったんですけど、7章中盤から今までのぬるさが一変する事態があって、マティボとかサクマとかパルボとか、この3連戦が結構ガツンとくる中ボス戦でしたね。特に無課金美課金で偏った育成しちゃってた方たちが割と苦労されてて、まあ、ウィンやねカルトの育成滞ってしまってると結構苦労するんですよね。中には挫折してしまってた方もいたと思うんですよ。僕は逆にまんべんなく育成はしていたものの、まあ、装備品やアーティファクトっていうところがちょっとねいまいちで、まあ、その辺の見直しなんかで足止め食らっちゃってましたね。でちょうどその時期猛虎ポーションと持続回復ポーションの組み合わせにハマってて、なんかマイブームになってましたね。ことあるごとに猛虎ポーション連呼してた気がする。で次の盛り上がりはジュンの登場。その頃は本国版の情報も出てきていて、もう間もなく来るんじゃないかといった感じで、登場前から変な活気が出てましたよね。それまでキュイ派だったのがなんかいつの間にかジュン派になってて、可愛いは正義って、これもなんかずっと連呼してた気がする。8章から9章までの間は割とできていなかった育成メインで進め、その甲斐あって9章はラスボスのタロン以外は割とスムーズでしたね。中ボス戦でまたマティボ、サクマ、パルボのようなことになるんじゃないか、ちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、まあ、そんなこともなくスムーズにクリアできてよかったですね、あれは。ただいろいろ忙しかった時期でもあって、9章の進みが悪く、まあ、今更急いでやってもというところもあったので、なんかクリアするのが逆にもったいないなって思っちゃったんですよね。ボス戦のタロン遊び尽くしてやろうと、なのでタロンを瀕死状態にしてはバトルを終了、これを繰り返して、まあ、そこでねはめ倒せるんじゃないかこいつはとちょっと気づいちゃったんですよね。あれはよくやったなって。タロンは割と味がなくなるくらい、すり減るくらい遊んだんじゃないかな。またタロン戦やりたいな、あれ。ほんと9章はね、面白かった、そういう意味では。まあ他にもね、FF コラボとかあって、まああれは驚いたよね、正直。マーケ担当すごいなって。よくやったねって。FF15 はまあ割とどこでも出張するタイプの作品だけど、まさかグランサガで FF コラボを体験できるとは思わなかった。あ、そうか、これロゴデザインが天野さんだったり、楽曲に下村陽子さんとか採用してるってところもあるからできたんですかね。ただね、結局ノックとか全然手に入らないとか、どんだけガチャ回させるんだといった印象しか残ってないです。他はまあアリーナとか僕真面目にやってないし、ギルドにも入ってないので、マルチプレイってところに関してはしっかり遊べてないんですよね。ただ1回だけ降臨戦の初マモンかなやった時に、
ワルチャでコテパ組んでやったんですけど、あれは面白かった。結構何時間、2時間ぐらい遊んでたんですけど、あーだのこうだの話しながら、まあ攻略どうすりゃいいかみたいな感じでやったのが、これが MMO の醍醐味だよねっていうのを実感しましたね。あれも面白かったな。そこから現在までかなり虚無の時間で、今は日々育成のための素材集めやらなんやらやっていて、まあ、動画を作るという意味ではなかなかネタがない感じですよね。本国版の情報出しも早ければいいってもんでもないでしょうし、まあ、今後はね、この虚無の時間にも何か面白そうな動画出せないものかって考えているんで、まあ、10章入ってからはもう少し違った形でグランサガの動画が出せるようになると良いかなって考えてます。個人的には本当に面白いゲームだなと思っていて、ソシャゲとしてここまで MMO をうまく落とし込んでいて1年継続できているタイトルってところで、まあよくできてるなと。22年の MMORPG の中ではトップクラスに入ってもいいタイトルと思っております。ということで今回は300日記念とアニバーサリー、さらに今までのグラサガ生活での感想をアーダのコーダの述べてみましたが、いかがでしょうか。後半はかなり個人的な感想なので、そんなんどうでもいいわと思われた方もいると思いますが、アニバーサリーも近いので話させていただきました。引き続きグランサガミンの方よろしくお願いします。そして運営開発の方、ちょっと早いですがアニバーサリーおめでとうございます。良い作品を継続して作っていってください。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。